プラダ。プラダは、イタリアを代表する高級ファッションブランドを展開する、アパレル企業である。ミラノに本社を置く。プラダ、レディースメンズのほか、ミューミュー、レディースを展開している。いずれもデザイナーは創業家三代目のミューチャプラダ。実写ブランド以外に、イギリスの靴メーカーチャーチ、カーシューを参加に置く。かつては、ジル・サンダー、ヘルム・ートラングも参加にあった。 1913年、創立者のマリオ・プラダと、フラテリー・プラダ、フレテリー・プロダ兄弟が、ミラノの中心にあるマレリア・ビットリオ・エマヌエーレ・イーヨに、プラダ1号店として、比較製品店フレテリー・プロダ、プラダ兄弟を開業する。世界から珍しい素材や、質の高い革を集めて、製品を作っていた。それが評判となり、イタリア王室の御用達となった。 1958年に創業者であるマリオ・プラダが死去。マリオの娘がビジネスを引き継いだものの、ブランドは調落し、長く低迷期が続いた。その後1978年にマリオの孫娘であるミウッチャ・プラダがオーナー兼デザイナーに就任。ミウッチャ・プラダは1950年、ミラノに生まれ、ミラノ大学では社会学部政治学科を専攻し、博士号。 日常を贅沢に飾るをコンセプトとし、現代的で革新的な素材使いやデザインの斬新さと、伝統や歴史等の過去との見事な調和で、世界的なブームになる。彼女ほど、女性の内面を表現できるデザイナーはいないと、評された。マリオが、旅行用カバンに用いていた、工業用防水ナイロン素材、ポコの製のバッグが開発され、話題となり、次々と、 新しいバッグやリュックを発表し、日本やアメリカなどで人気となる。アパレル分野に進出したのは、比較的最近で、1985年に、靴、1989年に、婦人服、1994年に、紳士服のコレクションをスタートした。1993年には、ミュウミュウ、ミュウミュウを設立。ブランド名のミュウミュウは、 ミウッチャプラガの幼少時代からのニックネームが語源。1990年代には、新商品の展開を進めつつ、美術プロジェクト、プラガ財団設立、その他多数の同業他社の買収など、事業の多角化に乗り出した。2000年代以降は、財政難から1990年代に買収した、ブランドの多くを手放しつつも、携帯電話のデザイン、 世界各国の伝統工芸品を素材として起用したメイドインシリーズなど商品展開の幅を広げ日本を含むアジア圏への進出を積極的に進めている2011年には香港市場への新規株式公開 IPO を決定これまでにもプラダグループはミラノ証券取引所などへ何度か株式公開を計画したが 世界情勢の悪化などを理由に上場を先延ばし、2010年8月には中国企業が買収目的で株式を買いましたが買収を断念。2011年1月22日に北京で2011年春夏コレクションのファッションショーを開催し、グループが香港市場で株式公開を検討していることが複数の海外メディアに報じられた。 27日に開催されたグループの取締役会において、香港株式市場に新規株式公開に向けた計画が議決。株式公開のコーディネーターには、インテーザ・サンパウロ、ユニットバンカ会ミ、ユニクレジット、ゴールド・マン・サックスが指名される。6月24日上場し取引を開始した。これを機に、中国をはじめアジア市場におけるビジネス拡大を狙うとみられている。 宣伝されたライン、上質かつ的確な素材選び、徹底したミニマリズムから、スポーツ、ミックスまで、最新鋭の技術を要する。キャンバス地などの素材も使用するが、やはりナイロン素材が定番であり、人気である。なお、現在のプラダグループの CEO は、ミウッチャプラダの夫であるパトリッツヨ・ベルテッリである。1996年には、グッチ株を買収するが、 1999年までにすべて LVMH に譲渡している。さらに同年にはヘルムートラングとジルサンダーを続けざまに買収したが、両者ともすでに手放している。1999年、LVMH と合弁会社を作り、経営難に陥っていたファッションブランドフェンディを買収したものの、その経営を立て直すことができないまま、2001年、 全株式を LVMH に売却した。プラダは現在でもこの時の負債を抱えている。2008年にはイギリスの靴メーカーチャーチを買収した。プラダ男女差別事件はプラダの東京本社の職場で起きていたセクハラや男女差別が摘発されリナ・ボブ・リースによって東京地裁に提訴された事件。事件は世界メディアで数年にわたり大きく取り上げられた。 国際連合人権高等弁務官事務所に報告した。2013年4月30日、国際連合人権高等弁務官事務所は、ボブリースのカウンターレポートを公し、2013年5月17日、国連経済社会理事会は、日本政府に対して、緊急に職場でのセクハラを違法にする新たな規制の導入を勧告した。1997年以降、 現在の経営者であるベルテッリは、ヨットの国際レースであるアメリカスカップへの挑戦を開始する。2000年大会では、プラダチャレンジとして、アメリカスカップへの挑戦者決定戦、ルイビトンカップで優勝。アメリカスカップ本戦は、チームニュージーランドと対戦、史上初のアメリカチームが存在しない組み合わせで、行われたがこから例で惨敗した。2003年大会も、 プラダチャレンジとして、ルイビトンカップに挑戦するも準決勝で敗れる。2007年大会では、ルナロッサチャレンジとして、ルイビトンカップの決勝で敗れ、アメリカスカップへの挑戦目前で敗退。ベルテッリは2007年大会をもって、挑戦を終了することを表明したため、結局、アメリカスカップを手にすることは叶なわなかった。ナオコの挑戦期間中は、自らも、クルーとして相手、 ルナロッサ号に乗り込むベルテリの姿を会場で見かけることができた。2012年、ベルテリはアメリカ合衆国ロードアイランド州にあるアメリカスカップの殿堂にイタリア人として初めて殿堂入り。2013年大会第34回ではルナロッサチャレンジとしてルイビトンカップ決勝を争うが敗退。2017年大会第35回は ルナロッサチャレンジとしての参戦を表明するが、ヨットの統一企画への不満から、途中撤退。2021年大会第36回では、ルナロッサチャレンジとしての参戦に加え、挑戦艇決定シリーズ、従来のルイ・ヴィトンカップの冠スポンサーとなり、プラダカップと名称を改めることとなった。 現在のプラダグループの CEO は、ミウッチャプラダの夫であるパトリッツヨ・ベルテッリである。ニューヨーク、ビバリーヒルズ、東京、港区、南青山の世界3カ所には、機関店、エピセンターストアがある。商品の製造は、大部分が、自社工場で行われるが、メガネサングラスは、同じイタリアのルックソオティカ社、香水、ボディパウダー類はスペインに本社を置く。 プーチプレステージボーテ社、イーグプレステージボーテがライセンスを受けて製造している。展開商品は以下の通りである。アパレル、バッグ、レザーグッズ、靴、コスチュームジュエリー、メガネサングラス、香水、ボディパウダーと広く商品を展開している。放置するプロダだンのような特徴ある商品も見られる。アパレル、バッグ、レザーグッズ、靴、 コスチュームジュエリー、メガネサングラスと展開商品は女性向けファッションアイテムに限定されている。なお、固定がライセンスを保有して2015年秋から香水を発売。新作商品はミラノコレクション、ミラノメンズコレクションに出展している。ミュウミュウは2004年から発表の場をパリコレクションに移し独自色を強めた。直営路面店は プラダが東京、青山、銀座、名古屋駅前、大阪震災橋、神戸急居留地、ミュウミュウが東京、青山、銀座トレッシャス、名古屋坂へ、神戸急居留地に展開されている。輸入、販売代理店は製造元により以下のように異なる。韓国の LG エレクトロニクスとのコラボレーションで数年に一度ブランドカラーの携帯電話、スマートフォン、 プロダフォーンバイ LG が発売されている。2012年には初のスマートフォンが登場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。